さて、今日はね、小学ね、40年歳の人が今スイカゲームをやってくれてるんだけど、パイナップルが邪魔で桃と桃がパイナップルにならないっていう激レアケースです。いや、あのさ、パイナップルが邪魔なんじゃなくて、あのこの柿がちょうど邪魔をしてた。柿が邪魔らしいです。下に落ちているあの空洞の上の柿ですな。さあ、こっから桃と桃がくっついてパイナップルになって、パイナップルとパイナップルがくっついたらメロンになるっていう状況なんだけど、さあこれはなかなか遠いかもしんないな。おっと、さあ下のリンゴがでかい。このリンゴちょっとでかすぎるよね。普通のリンゴと桃を比べたらさ、リンゴの方がでかいと思うんだよね。でも桃の方がでかいのがスイカゲームの特徴だよね。大きさサイズで言えば柿、そうだね、柿とリンゴ、うん、確かにそうか。桃の方がでかい時もある。おい、ぶどうが邪魔だな。おい、さくらんぼ2発。さあ、柿、ぶどう、デコポン、チェリー、ぶどう、ぶどう、さあ、って柿になって、さあ、見たままのことを喋るだけだったらすげえ楽。おーい、いつの間にかメロンになった。見たかな、メロンになるところをね。じゃあスロー再生してみよう。どうぞ。おい、編集しないのかよ。おい、全然スロー再生になってねえじゃねえかよ、てめえこの野郎。いや、編集するのはさ、あなたなんだからさ、あなたがやってよね。編集する時間はございません。というわけでね、どしどしやっていきましょう、スイカゲーム。さあ、任天堂スイッチで280円ぐらいだったかな。そんな高くないんだね。240円かな。税込みだとしたらすごいよね。本体価格で220円ぐらいだからね。子供お小遣いでもいいぞ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 。よしよし、パイナップルになるな、これ。いいぞいいぞ。これもあります。あ、そっちに転んだか。いいぞいいぞ。よし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 。これはいい感じだ。ナイス、その動き。ナイス、その動きです。さあ、そしてここら辺のやつをどんどんでっかくできたらいいんだけど、下が詰まってきたらちょっとしんどいんだよな。足が1個できた。おお、くっついたぞ。さーて、メロンを上にどんどん押し上げてるね。さあ、これはいいんじゃないでしょうか。さあ、デコポン、柿、さあ、落としたくなかったけど落ちちゃったね。そういうもんなんですよね。狙い通りにね、行かない時が結構あるんだよね。さあ、今のは狙い通りですね。でも置くところがどんどんなくなってきてね、みんなもこういう状況あるよね。さあ、そこからどう打開したらいいかね。こいつがね、チャレンジしてくれて、よく見といてくれ。どうやって打開するんだ。おい、打開する気ねえな、こいつ。おえ、おお、勝手に打開した。勝手に打開とかじゃねえよ。狙ってましたか。狙ってもないけどさ、たまたまさ、なんかいい感じになってんだよ。たまたまです。狙ってなかった。なんていう正直者。走れ、正直者。素晴らしい。今のはさ、左で良かったような気がしたんだけど、なんでわざと向こうに置いたんだろう。狙ったのかな。さあ、どうだろう。さあ、みんなもやばいよね。この下がもう硬直してるしね。あの桃2つでパイナップルになったらスイカになる可能性はゼロではないけど、そこまで作れるかどうかっていうのがスペースが限られてるので、かなり厳しい状況です。でもしかしこの男は諦めないと。昨日ね、ブランコのね、手すりってあるの分かる？ブランコをかかってる塀みたいなのがあるでしょ。あそこをね、平均台みたいに歩いてたんだけどさ、3メートルぐらい歩けたのかな。3メートルも行ってないかな。2メートルぐらい歩けてね、調子に乗ってね、何回もそれ同じことをやったらね、なんと滑って落ちちゃったんだよね。そしてね、めちゃくちゃ痛いことになったってやつが今やってるんだけど、手はね、無事なんで、あのギリギリいけてます。これ手がアウトだったらやばかったけど、ゲームしてる場合じゃなかったんだけど、手は全然大丈夫なんで、なんとかいけて、うわぁ、惜しくない？惜しくない？もう少しだったな。